やっぱこの池めっちゃいいわ。あ、絶対私この村に住んどったら定期的になんか池のほとりにおる気がする。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速夢見の館へ。いらっしゃいませ、リラクゼーションサロン夢見の館へようこそ。お越しくださいました。はい、ということで今回は桜咲く青い池と花と草原の村、クラルス村に行ってみたいと思います。まだ眠り足りなかったかしら。でしたら500ベルでもう一眠りなさる。もっと夢見たい。ええ、お任せくださいな。では夢をお取り寄せするためにインターネットにおつなぎしますわね。ということでクラルス村に出発。はい、クラルス村に到着。お、桜の花が散ってる。これやね、青い池。夢の世界へようこそ。あなたは今、クラルスという村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界にお戻りになりたいときは、もう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは、脈のクラルスの世界をご堪能遊ばせ。さあ、この村はね、アストルム村を作った人と同じ人が作った村なんだけれども、この村も、マイデザインはすべて自作だそうです。すごいな。やっぱりすごいな。じゃ、とりあえず私はこっちの女の子セットを身につけていきたいと思います。へい、こういう感じでこっちでも女の子らしい格好で回っていきたいと思います。あ、一応なんか村の作りとかは同じような感じなんかな。作りというか、なんか家の感じもああいう感じやったよね。ちょっと和風な感じ。竹の子と柿が。あ、家はあっち側か。でも見てこれ。この前出たでさ、道を作ってる感じ。え、めっちゃ良くないこれ。え、なんかすごい可愛くない？いいね、いいね。めっちゃいいね。あ、ちなみに、お、スパークだ。浜辺の方も見てくださいということだったのだけれど、あ、ここから降りられるんかな？あ、すごーい！え、なんか可愛い！めっちゃ可愛いんだけど。すごいね、浜辺までこういう感じで、マイデザインで埋め尽くされて。そして周りは果物がたくさん。可愛いよ。私、一応、メイン村の方で、なんかね、マイデザインとかはいろいろやっていってみたりとかは、まあ、道とかだけやけど。張っていったりとかそういうことはしてるんだけども、でも浜辺までは何にもやってないけんね。浜辺はもう何も。木が生えてますぐらいの感じ。確かバナナの木を生やしていたはず、私。あっち側からもちょっと降りたいけど、とりあえずこっち3軒行って、最後はここ1個離れてるところが村長さんの家やと思うけん。そこ行ってからの、まあ、浜辺の方に降りていこうか。ってことで、1軒目は、はい、ここだね。なんか、ところどころに、果物が置いてあるのかわいいね。あ、青い池や。なんか、この池すごい好きなんやけど、なんか、良くない？おしゃれよね。どうも。フェンネルさん、星空大好き。星空。プラネタリウムを見に行きたい。あ、星空大好きって言っただけあって。あれやんね、家の家具は、星空っぽい感じの。え、おしゃれー。めっちゃおしゃれー。ロマンチックな感じの人なんやね、きっと。星空大好きで、あとなんかこう、おー、びっくりした。男の人好きそうやん、こういうなんか、海に航海に出る。男のロマンみたいな感じ。フェンネルってさ、なんかあの、他のゲームで、なんか、敵のモンスターの名前で聞いたことあるんやけど、どういう意味なんやろ。はい、そして2軒目。あ、アリンさんかな？赤が大好き。赤、情熱の色。お邪魔します。ちなみに私はピンクが大好きです。ん、すごい赤。でもやっぱりなんかこうね、
本当に全てを赤とかじゃなく、壁紙だけピンクにしとるあたりが、なんかこう、くどくなりすぎんっていうか、いいね。いいね、いいね。赤大好き。飲み物まで赤なんですけど。すごいな。そんなところまで好きな色影響する。素晴らしすぎるやん。私はなんかね、何かとこう、あ、可愛いって手に取るもの、ほとんどピンクなんよね。だけど、たまに、こう、意識的に違う色のものを買ったりとかすることはある。じゃないと本当にピンクばっかりになるのは気持ち悪いなと思って。同じ形のものとかで、色が違っても、まあ、可愛いやろ、みたいな。はい、そして、3軒目。どうも。セシリーさんかな？楽しんでね。セシリーさんでいいんかな？読み方。もしかしたら違うかもしれんけど。はい、それじゃあ3軒目。入ります。お邪魔します。3軒目これさ、アストルム村の3軒目の家と同じような感じじゃない？え、こんな家やったよね。え、同一人物疑惑とかそういうそういうことではなく、きっと同じような趣味なんだろうな。気が合うやろうね、2人はきっと。そういうことなのか。一応なんかそれぞれの髪の色とかに、あ、ここは合ってないのか。なんか周りの果物とか植物の色も合ってる感じなんかなって思ったけど、そういうことではなかったね。あ、やっぱこの池めっちゃいいわ。あ、絶対私この村に住んどったら定期的になんか池のほとりにおる気がする。え、絶対なんか落ち着きそう、気持ちがね。はい、そしてこっちの村長さんの家。あ、家の前にもなんか、池が広がっている。はい、これが村長さん宅。これは卵か。卵だね。はい、お邪魔します。おー、なんかいいね。落ち着く感じの、カフェっぽい感じやね。どうも、アリアさん。海岸も行ってみてね。後から、この下も降りて行ってみます。村長さんの家は、こう、ね。波の音がすごい聞こえてくるっていう。はい、それじゃ左の部屋へ。かわいい。え、かわいい。え、なんかいいな、いいな、いいな。このさ、花の模様の、花の模様。花の形にした傘？これがなんかめっちゃ可愛いんだけど。え、この空間超可愛くない？わかる？わかる？なんか超好きなんだけど。いいね、いいね。可愛いよー。そういう感じで、ね、なんか小物とか使えたりしたらすごいいいなって思うんやけど、なかなかこう、そのものとしての使い方しか私できてないけんね。見立てみてえなのが全然できない。はい、奥は、あ、ここで、まあ、なんか、起きてきて、まあ、化粧したりとか、準備をするところなんだろうね。あ、もう犬が暖炉の前陣取っちゃってるわ。うちもストーブとかつけたら、犬も猫もみんなストーブの前に集まっとるけんね。みんなきっと寒いんよね。そんなに近づいて尻尾とか燃えないっていうぐらい近づくんやけど。絶対暑い。はい、そして、右側の部屋へ。お、右側、なんかちょっとポップな感じやね。壁紙もそうやけど。え、なんかすごい。すごいポップな感じなんやけど、なんかまとまっとる。めっちゃカラフルやん。なんかおしゃれやね。すごい。すべてがなんかガラガラした感じやけど、でもなんか、くどくない。はい、そして、おっと？ 2 階の部屋へ。
あ、2階はなんか、すごいな。和と洋の、なんていうん？融合？ね、すごくない？なんか床はさ、絨毯なんやけど、これなんかちょっとお座敷みたいな感じで。でもこっちはなんかね、普通に洋風な、テラスとかにありそうな感じのセットで。で、もみじの、もみじがたくさん落ちてる。いいな、いいな。で、テレビもこういう感じでね。まあ、なんか、新しい感じのテレビだけど、なんか横に代々伝わってますよ、みたいな感じの、ちょっと古っぽいお皿が置いてあったりとか。で、なんか植物自体もね、和と洋がコラボした感じで。なんかこの空間めっちゃおしゃれだな。すごいいいんだけど、なんか。なんか独特よね。思いつかない。はい、そして地下へ。すごい、これ、ハートマークになっとる。何？小人さんたち、君たちがせっせせっせと、並べていったってことかな。すごくない？見える？あんま近づきすぎても見えんねよね。これ絶対、真上から見たらハートになっとる。ハッピーホームデザイナー、と同じような見方で、こう天井側から見たら、めっちゃハートなんやと思う。すごいな。小人さんたち頑張ったね。さあ、それじゃあこっち側の海岸にも降りてみましょうか。あ、こっちはこっちで、あ、卵とかも置いてある。卵とか、あとレモンと梨。向こうはなんかもうちょっとカラフルな感じやったけど、こっちは結構なんか色がまとまった感じやね。すごい、なんでこんな可愛くできるんだ。こういう細かいところまで作り込むっていうのがなんかすごいよね。私もそういう風にできたらいいなぁと思いつつ、私地面の前で座を張るだけでも結構ね、はぁ疲れたみたいな感じになってしまうタイプやけんな。難しいぞ。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。この私桜が散っていける感じもすごい好きなんよね。絶対この青い池に桜の花びら浮かんだりとかしたらめっちゃ綺麗やと思う。